してくる。でも一番はね、体積時にいい時期にね、見学に行けばもう大概に目が覚めますよ。それこそむちゃくちゃ超えてるからね、学会は。なんだ、参拝者はいないの、聞いたよね。どうだった、実際行ってみてさ。綺麗な。うちの高橋さんがもう感動してましたよ。そう、すごいすがすがしくて、うちのばあさんがね、あまりそういうこと言わない人間だもんな。おお、ありがたい、すごい感動しました。ありがとう。あるんですよ、なんか。そう、本当にね、やっぱり我々が感じられないようなね、まあ感じる時もあるけど、症状ですよ、綺麗な。それは御所にはそのやっぱ長年ね、お題目がこう溜まってる土地っていうのは、もうそこはやっぱりこうなんか霊地だって書いてあるもんね、御所。だ、そういうところに来る、我々がそこに参詣するだけで、そういう在所ってものは消滅できる場所なんて。だからおばあちゃんたちなんか、やっぱり年取った人たちはなんか我々より感じやすいんじゃないですかね、そういうもの。僕らだってね、一泊二日で行くと、やっぱり、いや、さすがにこう染まってくんだよ、その綺麗な空気が。それとやっぱり離れるの嫌だもんね。なんかこれまたこの俗世間に戻ってくのかっていう。やっぱり綺麗だ、やっぱ小山って綺麗だったんだなって後から感じる。だから学会が言うのはそんな荒れ放題のすさみきって、野犬が飛んで歩いてて、でなんかもうみんなこんなのテントがみんな破れたみたいになって、バタ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 なってるんで、それは。でしかも4月に行けばもう桜がすっごいから全然。あの御所になりますよね、なんだ、獣がこう光ってるものをそれを曇らせようとして一生懸命こう、で今度どんどん光ってきて、それある、ね、あるある、イノシシがね、イノシシ今度学校やってることはそれですよね。そうそう、方々ってみんな、方々者がね、なんか消防を保ってる人間をなんかしようかしというほど、結局自分の首絞めてるんですよ。それが本山に行かせないように、行かせないようにってしていた嘘が、一旦その嘘が分かっちゃった人にとってはさ、もうあとドミノ倒しに、あれも嘘あれも嘘ってこう全部信じれなくなるじゃん。そういうものだから、本山に一度本当に見学に、まあそういう中途半端な気持ちの人もね、娘さんとか誰でもいいですよ。で一回別に召集に入らなくてもいいよって、というか見るだけ見てくればいいじゃんって、この目でっていうだけでもう100話すより話は早い。じゃあ学会は嘘だったんだ、一つ嘘を言うってことは全部嘘だからね、一つだけ嘘を言うことはありえないもん。まあ旦那を信じれなくなる時のパターンと同じですよ。あなただけは信じてたね浮気してたのねってなるとさ、お、全部今までのことは全部嘘ってことになるじゃないですか。知りませんけど私、そういうことそういう世間ではよくそう言うじゃないですか。だから学会もそうさ、一点の嘘もないと思って信じてきたけど、これだけ抜け抜けと嘘を平気で言うっていうことは、じゃああれもこれもこれもこれも全部皆さん方をそうやって金づるから、働きありから引き離さないための全部北朝鮮と同じ嘘だった。